はい、始まりました。給与明細チャンネルです。毎日投稿しているので、チャンネル登録、高評価お願いします。今回は栃木県の株式会社日理学館の訪問介護、えー、非常勤の3年目35歳の方の給与明細です、えー。仕事内容はお客様である高齢者宅を訪問し、支援及び介助を行います。内容は家事全般から入浴や排泄といった日常生活における作業が困難な方の介助も行います。で、必要なスキルが、 介護職員主任者研修介護職員実務者研修介護福祉士などで勤務時間がその日のシフトによって変わりますが5から6時間の勤務で残業なし収入が月収14万で介護の仕事として家庭のアドバイスとしてはお客様は体の弱った高齢者が多く長い付き合いになる方もいれば短い付き合いになる方もいますまた過酷な状況に遭遇することもあるでしょう しかし、この仕事でなければ、関われない人たちとの出会いは、かけがえのないものになることがあります。で、給与明細です。えー、出勤日数24日で、えー、時間給が74,266円と 1, 円、1915、え、円、ー。適正時給、えー、3,528円。サービス別加算手当で2千0 7 4円と、7,438円。 キャリアアップ1405円、土日手当で3700円、回数手当1万7290円、休業保証901円、通勤手当300円と、処遇改善手当が1100円と9500円、私有者維持管理手当で440円、それで総支給が14万2712円、 そこから工事が引かれて手取りが115,740円となっています、えー。今回は介護の仕事の、まあ、非常勤みたいな感じの方の給与明細でした。まあえー、非常勤といっても、えー、5時間から6時間の勤務を月24回されているということで、まあえー、普通に働く人とあんまり変わらないくらい、えー、働いていることが分かりました。で、まあえー、支給は14万と多くはないんですけど、 まあ介護業界、えー、全体的に、まあ、給料は多い業界じゃないので、まあ、これだけ稼げたらいい方なんじゃないかなって思います、えー、今回はこれで終わりますチャンネル登録・高評価お願いします